弓を張るエロスのローマの複製。ローマ、カピトリーの美術館リュシッポスは、紀元前4世紀の古代ギリシアの彫刻家。リュシッポス、スコパス、プラクシテレスは、ヘレニズム時代への移行をもたらした、ギリシアの古典時代の三大彫刻家と言われている。当時の世評では、リュシッポスは、巧妙な彫刻家、ポリュクレートスの後継者とされていた。リュシッポスは、 紀元前390年頃、シキオンに生まれた。若い頃はブロンズ在屈をしていた。彫刻は独学で覚え、後には、アルゴスやシキオンで、学校長になった。大プリニウスによれば、リュシッポスは1500以上の、すべてブロンズの作品を作ったという。大プリニウスは、その優雅さと、ポリクレトスの基本以上に傾き、それに釣り合った、小さな頭を持ち、 その結果としてとても高く、背が見える人物たちのシンメトリアあるいは密着したバランスについて特筆している。リュシッポスは、また、まぶたと足の爪へのこだわりでも有名だった。アレクサンドロス大王の胸像のローマの大理石の複製。ルーブル美術館世界の七不思議の一つに数えられる、ロードス島の巨像を作ったリンドスのカレスは、リュシッポスの弟子であった。 この巨像は幻想にしていないので、鋳造されたブロンズ像であったのか、ブロンズの板を打ち付けたものなのかの議論は今も続いている。リュシッポスはアレクサンドロス三世の個人的な彫刻家でもあった。近年発見されたミラノパピルスの死下州の中にあるポセイディッポスのエピグラムはアレクサンドロス大王のブロンズ像に触発されて書かれたものである。リュシッポスは 乱れた髪、開いた唇、上を向いた、掲示を受けた神のような、アレクサンドロスの彫刻を作ったと信じられている。その恒例は、ティボリで見つかったローマ帝国時代の複製で、現在ルーブル美術館に所蔵されている。アタランテのヘルメスのローマの大理石の複製。アテネ国立考古学博物館研究家は、リュシッポスの手法について、 現存する作品は複製品しかないために、リュシッポスの大きな仕事場、その生涯の作品の複製の需要、後世のヘレニズム期やローマの鑑定、たくさんの時期弟子たち、といったもろもろの事柄を合わせて主張している。リュシッポスのものと思われる作品には、以下のようなものがある。1976年の、ザサーチ・フォー・アレクサンドル・テイのカタログに、それを発展させた。 いくつかの例とトレースが図解されている。再発見されたアギアス像ファイル0 2 0 m ッ d a g u y a j p g はダオコスによってベルポイに奉納されたものである。オリジナルはテッサリアのファルサラにあったブロンズ像で当時の大理石で複製した。ダイプリニウスによれば彼の息子エウティクタテスは父親の作風をそのまま受け継ぎ、また、 次世代のテュシクラテスの彫刻は、かろうじて師匠のものと区別できるくらいの違いしかなかったと述べている。ありがとうございます。